ビッグダディの朝は早い。おはようおはよう。おみんな元気か。うん。お一郎テンコ取れ。うん。一郎どこや。うん。これ体験版ではね、なんか何もなかったんだよね、これ。そう。これね、なんか絵が描かれててね。これなんやろうね。これもうビッグダディの絵かな。これなんだろうね、これね。うん。これ何これ。テスラタワーって何これ。もう見たことないぞ、テスラタワーなんて。奮発して作ろう。これ何か分からへんけどね、僕もね、これ。これ何これ。ほら、赤い。ちょっと色違いのビリケンさん、ほら。ちょっと赤いかな。うん。あ、空中のやつも来たよ。おお。ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ピクセルジャンクモンスターズ2スイッチ版、続きをやっていこうと思います。はい、前回ねステージ1だけクリアいたしました。ワクワクとドキドキとねクリアしましたよね。今回はねステージ2をねクリアしていこうと、ステージを進めていこうと思っております。じゃあやっていきましょう。ビッグダディの朝は早い。おはようおはよう。おみんな元気か。うん。お一郎テンコ取れ。うん。一郎どこや。うん。おはじ八郎どうした、体調悪いんか。お大丈夫か。うん、オッケーオッケー。うん。おー、五郎何してんねん、これくるくる回って。うん。お前ほんまマイペースやな、五郎な。うん。さあお父ちゃんな、今日も頑張るからな。うん、お前らはな安心してな、そこでみんなとわらわらしとけよ。でたまにな、チラッと見てな。うん。あ、お父ちゃんこんな仕事してんねんなっていうのな、たまに見てな、ちょっと勉強しなあかんで。うん。よし、今日も一日頑張ろうぜみんな。おお、うちの子とちゃうけどな、お前はな。うん。マサオくん、お前いつもそこでいるよな。うん。どうしたマサオくん。うん、森を守ってね。うん、うん、任しとけ。うん、おっちゃんに任しとけ。うん、マサオくんもいつも元気やもんな。うん。よし、みんな元気やな。うん。そういやね、この製品版になってからね、この家の裏の方行ってないよね。これ体験版ではね、なんか何もなかったんだよね、これ。そう。これね、なんか絵が描かれててね。これなんやろうね。これもうビッグダディの絵かな。これなんだろうね、これね。うん。関の山への道をここに封印する。ん、どういうことこれね。うん。アンコールパックを確認のために任天堂 e ショップに接続します。よろしいですか。あ、追加コンテンツか何かかな、これね。うん。あ、なんか追加コンテンツ買えるのかな。うん。もうなんかね、こっち側にもあったんだよね、そういえばね。こっち側にも。うん。こっちも一緒かな。うん。こっちも一緒かな。え、これあれちゃいますの、お仕置きタイムってやつちゃうの、これ。ちょっとどういうこと。うん。モノクマをここに封印する、何この追加コンテンツ。弾丸論破パック、あー、そんなんあるんだ。うん。まあただね、本筋をね、まあクリアしてからかな。うん。はあ、こんなんね、楽しそうやな。はいはい、ね、ポックルの森の方にやってまいりました。これね、先進もうと思ったらね、ほら、雨降ってるんですよね、これね。うん。虹のかけらが2個必要だよって言ってね、言ってます。うん、虹のかけら2個持ってるよ、これ。いけんのじゃない?これ。うん。集めた虹のかけらね、うん、力を使いますかってありますよね。ちょっと家にしよう。もう一箇所あるんだよね、これね。うん。うん、どうしたお前。うん、先に進むには虹のかけらを集めてねってね。うん、もう見たよ、さっきも。こっちもね、確かね、ほら、雨降ってるんだよね。こっちは?あ、虹のかけらが5個必要だよって言ってますね。ということはですね、まあここのね、ポックルの森をクリアすると次にね進む道順としてはこちら側っぽいよね。うん。オッケーオッケー。じゃあとりあえずね、この
ポックルの森のステージに、うん、新ステージ現る言うてるね、うん、このステージやっていきましょうか。お、ちょっとコースが違うのか、ちょっと見てみましょう。うん、お、お家はどこ。お、あ、方角で言うとなんかね、この右上、うん、なんか 北東の方からってこと。割と距離短かったよね。まあ、やっていきましょうか。うん、とりあえず敵のね、こう攻めてくる入り口の方に行かないと仕方がない。ここね、ここね、オッケーオッケー、この辺固めていけ。あ、どん、あ、うん、なんだ、いや、作って、うん、なんで作ってくれない。うん、これ何、これ、テスラタワーって何これ。お、見たことないぞ、テスラタワーなんて。あ、なんか足りひんのか。お金は足りると思うんですけど、なんか作れなかったね。あか、そんなんしてる間にちょっとあれやぞ、まあまあ攻め込まれてたぞ。次雲来るしね。ちょっと初めてのステージというかね、ステージというよりもこれコースが初めてだからね。よいしょ、こう来るんだっけ、こう来るんだっけ、こっちへ。あー、足早い、雲は足が早い。ちゃんとね、コイン拾って、うん。あー、やっぱりね、この第一コーナーがやっぱ鍵だよね。うん、よし、レベルも上げていけ、レベルも。オッケー。まあ、いわばね、この第1コーナーがね、一網打尽ゾーンになってきます。お前もちょっとあげとこか、レベルね。うん、オッケー。お、いけいけ、どんどんいけ。 お金拾い忘れるな。うん、あ、やばいぞ、空中のやつや。これね、初回はね、これ軌道を見ないとね、まあ、ここは通るでしょ、ここは絶対。早く、撃て。よしこいつらのね、動き読めないからね。まあまあ、でもまだ道順に来てるからね、行動は読みやすいね。いけるか。よし、ナイス。次は、あ、次、あれや、巨漢。巨漢はまあ動き遅いからね。うん、攻撃結構食らってくれるから大丈夫でしょう。うん、のっそ来てるね。うん、まああんまりね、ここまで進軍されることないと思うけど、まあ一応ね、ちょっとまあ作っとくか、念のためにね。よし。うん。まあお前らではね、この第一コーナーすらも突破できないでしょう。よし。お、踊れ。踊って経験値を上げろ。あ、なに、なんて？コースが違うとかなんか言うた今。コースが違うかと？もしかして？あ、ちょっとコイン。次空中やつ来るよ。ここ右曲がらないでまっすぐ行くやつも出てくるってことか、もしかして。お前、それは話違うぞ。一応まあスタート地点はね、絶対ここだから。まあいけてるね。うん、一網打尽ゾーンでなんとかして。お前、ちょっと待って、逃してるぞこいつら。ちょっと、まあ、ここで確実に仕留めろ確実に。これね、攻撃範囲っていうのがあるからね。確実に落とせ。もう一回取るぞ。ナイス。オッケー。お前、次のウェーブまで結構、まあ、感覚早いぞ。もう一回空中のやつ来るぞ。ここちょっともう一個作っといた方がいいんちゃうか、これ。これ何これ、これ。レーザータワーって何これ。あ、お金プラス、あの、クリスタルも必要なんだ。お、間もなく来るぞ、空飛んでくるやつ。ほんで、お前らも、何それ、その。ちょっと、道順無視してくるね、君らもね。もう一匹逃してるぞ。で、次のやつ来てるしね、空飛ぶやつも。あかん。最後の関門作っといた方がいいわ、これ。来てる。あなたもいけるでしょ、ここはね。うん。もう対空の仕掛けが効いてるね。オッケー。ほんで、ほら、
ビリケンさん、なんかちょっと色違うぞ。色違いのビリケンさん来てるぞ。おいおい、大丈夫か。これ作ってみようか一回ね。これテスラタワーっていうやつ奮発して作ろう。これ何か分からへんけどね、僕もね。これ何これ、うん、テスラタワー何これ。バチバチしてるよこれ。うん、テスラタワーと僕みたいなね感じやけど。え、何、もう熊も来てるやん。テスラタワーなんかどうなったってテスラタワーどうなった。なんかバチバチ言ったけどね。うん、どこや、ビリケンさん来てるか。あ、来てる。ほら赤い、ちょっと色違いのビリケンさん、ほらちょっと赤いかな。うん、あ、空中のやつも来たよ。おお、撃て。絶対お前侵入を許すな。で、レベルも上げて。オッケーオッケー。どうや、あ、今日だいぶ削れてるね。ビリケンさんだいぶ削れてるよ。よっしゃ。うわ、もうちょっと召喚しすぎやろ敵を。撃て。オッケー。あー、なんかね、ビリケンさん以外のボスとかも今後ね、なんか出てくるかもしれないよね。うん、さあ、インスタ映え。この辺ちゃうか。うん、 これぐらいかな。うん、いや、お前はええねん。もうさあ、早くフィニッシュ。オッケー。これビリケンさん倒したらあいつのザクも死ぬよね。うん、オッケー、クリア。オッケー。うん、ポックルの森ステージ2クリアしましたよ。うん、まあ新記録、オッケー。うん、パーフェクトね、また取りました。このね、虹のかけらみたいなのをね集めて次のステージ行くっぽいからね、できるだけね、このパーフェクトでねクリアしていきたいところですね。うん、お金ももらえたね。お、敵を合計200体やっつけたっていうね。うん、こういうね、なんかご褒美もあるみたい。お、タワーを40回建設したよっていうのもあるね。お金貯まってきたぞ。うん、オッケー。お、ステージ3が現れました。はっはー、なるほどね。うん、あ、やはりね、ステージ2のね、普通のワクワククリアしたらドキドキ出てきたよね。そして新ステージ現る、ステージ3ね。あー、どうしようかな。一応このね、ドキドキもクリアしていった方がね、いいとは思うんだけど、そうだね、多分ステージ2のドキドキとステージ3のワクワクとしたら、多分ステージ3のワクワクの方が難易度低いんじゃないかなそんな気するけどね。どうだろう。でもね、どっちにしろ今後ね、この虹のかけらっていうのが必要になってくるから、よし、ステージ2のね、ドキドキやっていこうか。うん、はいはい、ステージ2のね、ドキドキです。この進軍してくるのね、この道順は一緒じゃないか。うん、そうだね。うん、でただ必ずしもね、この第1コーナーを右に曲がるとは限らないっぽいけどね。うん、OK、 スタート。よし、サクサク行こうぜ。こう、入り口付近をね、まずは強化していきたい。よいしょ。Hey.
けいけ。まずはボーナスステージだよ。お前らね、ちょっといっぱいお金落としてね。よしよしよし。拾い忘れるな、拾い忘れるな。クモ多分ね、これ突破してくるからね。あ、次空中か。次空中だからね、ちょっと対空の装備をね、作る。お金も残しておきたいね。よしよしよし。オッケーオッケー。こいつら雑魚やから、もう次のこと考えて、ここにね、対空のやつ作っていこうか、これね。うん。よしよし、お前らは雑魚や。お前らはただの軍資金や。お、まだコインやる。間に合い間に合い。オッケー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 。お、来るぞ来るぞ。スラップのやつ来るぞ。気をつけろ。よしよしよし。お、対空の仕掛けが効いてるぞ。よしよしよし。これ、レベル上げてあげよう。うん。お前もちょっとレベル上げてあげよう。オッケーオッケー、楽勝楽勝楽勝。よしよし。あ、次デカブツね。デカブツ巨漢来るぞ、巨漢巨漢来るぞ。これね、うん、あ、ちょっとあれか、足りひんのか。うん、よいしょ。結局テスラタワーってね、どんな仕事したのかよく分からへんけどね。うん、もう一個ね、クリスタル手に入ったらテスラタワー作ってみるよ、もう一回ね。いけいけ。やはりね、この前半の一網打尽ゾーンが効いてるね、やっぱり。まあ前半にね、スタート地点にどれだけ敵の体力を削れるかっていうのがね、やっぱ大事ですけどね。落としたね、オッケー。ほんならこの辺にね、ちょっと一発ね、テスラタワーってやつをね、作ってやろうか、これをね。うん。お、雲来るぞ、雲来るぞ。雲どっち来るかな。一応ね、どっちにも対応できるように、ちょっとね、罠を仕掛けていく必要がございます。ちょっとお金、お金、お金。テスラタワー、しろ、しろ。どうなったそれ。テスラタワー、これ何、これ、電気か、電気か、これ。何これ。空中のやつ来るぞ。ここに落ちてる、ここに落ちてる。よしよしよし。オッケーオッケー。お、数で物を言わす作戦か、お前ら。わらわら来てますけども。ただね、お前も滑空の的だからね。うん。よし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 。オッケーオッケー。よし、ちょっと、あ、レベル上げとこう。オッケーオッケー。お金拾え、お金拾え。よし。戻れ戻れ。敵も踊って、これ上げろ、レベルを。よし。よしよしよし。一網打尽、一網打尽。一網打尽。よしよし、ナイスナイス。お前らはね、第一か、おお、テスラタワーすごかったよ。パチって言ったよ。ナイスナイス。お前らの力じゃね、この第一コーナーすら突破できないよ、これ。ああ、撃て撃て撃て。またほら、数で物を言わそうと、団体で来張りましたよ、これ。行ったれ行ったれ。行け、頑張れ、レベル3行け。お前らにここは突破できまい。オッケーオッケー。よしよしよし。ナイス。さあ、残すところビリケンさんだけです。よし、来るぞビリケンさん。わあ、いいアングルだね。なかなかいいアングルだね。うん。さあ、若干ね、赤みがかかったビリケンさんが来るよ。よしよしよし。ちょっと若干ね、敵も召喚してくるからね。こっちもちょっと強化していこうかな。うわ、強引に突破しようとしてくる。ちょっと最後の砦作っといた方がいいな。来るぞ来るぞ。空中のやつも来てる、空中のやつも来てる。いけるかいけるか。よしよし。お、削れてるね、削れてるね。いいねいいね。もういけんじゃないか。この辺ちゃうか。あ、もうでかいのも召喚しやがって。よいしょ。
さあ第2コーナーを突破してきたが、最後の関門つくとくか、ここにね。あ、終わったね。いやー、やっぱりね、前半のステージだからね、ドキドキとはいえ、まあまあ僕経験者っていうこともあるしね、うん、楽勝だね。完全勝利です。やったー。うん、3万点超えてきたね。当然パーフェクトだからね。うん、虹もゲット。いや、お金も貯まってきたね。できたらね、ちょっと買い物もしたいけどね。よしよし、今んとこね、オールパーフェクトです。うん、あ、今ね28円ね持ってます。ちょっとね、買い物しよっか。あ、ここにもあるやん。うん、当店ポールさん、すいません、ちょっとすいません。うん、やあ、あなた初めて見る顔だね。いや、まあ見たと思うけどね、一回ね。うん、ちょっとお目見せてください。うん、あー、今28円だからね、まあ買えるやつ買えないやつあるね。うん、あ、これはね、目力、あ、ちょうど28円です。これはね、どうするか お悩み中なのかなとか言うてね、うん、店員さんね、あんまりね、ちょっとね、品定めしてる時にね、話しかけてくる店員さんね、ちょっとね、僕苦手ですけどね。ちょっとこれね、試着してみていいですか、目力。あ、いいね、ほら。うん、まあ、こいつにね、目力あるのかどうかっていうのは分かりませんけどね。うん、ちょっと待ってよ、そんなにせかさんといて。うん、じゃあまあ多分ね、この28円っていうね、こう奇跡が起こったからね、ちょうどっていうね、これください。じゃあ、うん、はい、 OK。 はい、目力がねつきましたね。はい、今後はね、この仮面をかぶってね、まあ、チビたちをね、守っていきたいと思います。いや、やはりね、まあ、ビッグダディだからね、ちょっとね、おしゃれにも気を使える、そんなね、生かした父ちゃんになっていかなきゃならないということでしょうか。よし、やる気も出てきたね。うん、よし、お前ら全員いるな、全員いるな。うん、ほら、お父ちゃんな、今回もな、またダブルパーフェクトやぞ。ほら、あ、見てみろ、ほら、虹4つってなってるやろ。お前らもな、やっぱな、頑張ってな、勉強してな、こういう風にならなあかんぞ。うん、そんなことよりな、ほら、お前らよく見ろ。うん、お父ちゃんちょっと変わったとこあるやろ。ほら、お前言ってみろ、ほら。うん、うん、白、白、お前ほら、お父ちゃんちょっとか、お前なんで後ろ向くねん、お前白。ほら、お父ちゃんちょっと変わったとこあるやろ、ほら。なあ、おい、なんでお前ら全員目そらすの、お前ら。ちょっと変わったとこあるやろ、お前ら。おい、なんでそんな目そらすの？はい、ということで今回はね、ステージ2をクリアしてね、ちょっとね、買い物なんかもやってみましたね。うん、あおおちょっとね、こうティキマも気に入ってくれてね、よかったですね。まあ、こんな感じでね、ゆっくり進めていけたらなと思っております。でね、虹のかけらもね、ちょっと増えてきたんで、ちょっとね、別のステージにね、行こうと思ったらいけるので、次回はね、ステージ3と、まあね、次のステージ行けたら、まあ別のね、場所にも行ってみたいなと思っております。今回はね、ここまでにしたいと思います。はい、よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価、よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。